何？結婚式だよ今日は。結婚式よ。ねえすごい顔が変だよ。何？すごい顔が変だ。結婚式で顔が変な人いるかな？これで行くの？これで行くよ。ねえねえ目が変だよ。ねえ目が変だよ。ねえ。普通だよ。ねえこれ困るよこの顔で結婚式したら。なんで？目が変だから。私この顔で気をしますから。目が変だよ。ねえ。おはようございます。おはようございます。まだその服着てるんだね。私これしか持ってませんから。寒いのに。寒いの。寒いでしょすごい今。うん。眠いしまだ。でもダメだよ起きないと。もうちょっともうちょっと寝ていいかな。ダメ。ああ行っちゃった。ああ行っちゃった。はい、ということで式場に着きました。これから、ね、私だけ先に入ってメイクとヘアをやって、今7時半なんですけど9時に K が来て合流してから10時半にみんなが来て11時から挙式という感じになります。ちょっとお肌のケアもいっぱいしたので、まつエクもしていい感じだと思うので、それではまず新郎をお迎えいたします。ご着席のまま後方扉口をご覧ください。新郎のご入場です。
日、西野美希さんの結婚式を執り行います。生まれてから今日この日まで、ご家族とたくさんの時を過ごしてきた新郎新婦。祭壇へ進まれる際には、これまでの大切な思い出を胸に、新たな人生の出発としての行ってきますをお伝えいただき、親御様からは行ってらっしゃいと見送っていただきます。それでは新婦をお迎えいたします。後方扉口をご覧ください。新婦のご入場です。自分を愛するように、あなたの友。
隣人を愛しなさい。これを夫婦の関係に置き換えます。もしも自分を愛するようにあなたの妻も愛しなさい。ご神父さん、自分を愛するようにあなたの夫を愛しなさい。自分に対する愛と同じ質、純粋な愛で、ただ愛しな。この聖書の言葉を心に留め、温かい家庭に気づいてください。あなたはこの女性を妻として今から持ち、幸せな時も苦しい時も豊かな時も貧しい時も健やかな時も病める時もこの人を愛し敬い慰め助け、その命の限りこの人と共に生きることを誓いますか。はい、誓います。あーね、少し言ってます。あなたはこの男性を夫として今から持ち、幸せな時に苦しい時に豊かな時に貧しい時に健やかな時に病める時にこの人を愛し敬い、慰め、助け、その命の限りこの人と共に生きることを誓いますか。誓います。アーメン。それでは御神の王様、どうぞ御名なおレイズ。
それでは結婚宣言を行います。この病名は神と会心の前に礼拝たるの制約をなせゆえは父と子と聖霊の皆において両目の礼拝たることを宣言。皆様温かい拍手をお願いします。きっと、おお